今日午後、福岡県庁で活動報告を行ったのは、石川県志賀町に派遣されていた保健師などの県の職員3人と、穴水町に派遣されていた土木職員2人です。志賀町で避難住民の健康管理などを担当した保健師の瓜生光恵さんは、メンタル面のケアや栄養バランスの取れた食事が必要だと振り返りました。おにぎり、菓子パン、インスタント食品はもう3度の食事という避難所が多くて、野菜ジュースですとか、常温保存可能な牛乳とかですね、そういったもので栄養補給が必要かなと。福岡県は被災地への職員派遣を続けていく方針で、服部知事は一日も早く日常を取り戻せるよう力を尽くしてほしいと述べました。